こんにちは。化石島から続きやっていきます。まだ化石島にいます。前回はこの奥に進んで、やっと風の精霊、キューブをここに運んできて、新しく扉が開いたところまでやりましたね。はい、この奥に行こうと思います。で、ちょっとモンバに頼ってちゃダメだと思ってメンバーを変えました。はい、エレナあんまり使ってなかった気がするので、エレナを入れたのと、あとレベルをみんなね、50は上げました。ん ?50 には、最低50な感じで上げてます。はい。モンバが高い、65で、ピノンはついに71と。いや、もうね、ピノンは大丈夫。ピノンは大丈夫です。よーし、行きましょう。なんて辛いゲームなんだ。やっぱりこれで終わりだ。化石島。なんだこりゃ。何かしら、これ何か書いてあるけど全然読めないわね。あ、どうしたのルナ。お、お前読めるのか。うん、これ妖精文字よ。よく意味はわからないけど、大いなるデュオンの力もて、ゼフィスを海と森に分け、二つの神殿に封印す。海と森に分けたってどういうことなの。まさか体を真っ二つに分けたんじゃないか。なんかすごいな。で、二つの神殿ってのは。デルボイ様が言っていた歌方の神殿とイサゴの神殿ね。千年に一度適当に闇の光降り注ぎ、月の掟が消えるとき、選ばれし妖精を竜と人間に守られし、月の雫を新月の祭壇に捧げ、歌方イサゴの扉を開き、古の言葉もて妖精を月の掟より解き放たん。月の雫は月の掟を解くために必要なものらしいわ。じゃあルナも黄金の鍵なしで陸に上がれるようになるの。母ちゃんは、母ちゃんは元に戻らないのか。はい、そんなことより、月の雫を新月の祭壇に置くと二つの神殿の扉が開くんだろう。ってことは中にはお宝が。ザクザク。あなた、何考えてんのよ。あの、まだ続きがあるわ。だが、心せよ。闇の心は闇のものを呼び起こす。闇の心持つ妖精王は、神殿の扉とともに、ゼフィスを闇より解き放たん。闇の心持つ妖精王って。違うもん。お母さんは闇の心なんか持ってないもん。そうだよ、ルナのお母さんは悪くないんだ。ゼフィスの影がいけないんだ。どちらにせよゼフィスは復活する。そういうことよ。どうするんだ。ゼフィスの復活を止めなきゃ。止めないと母ちゃんが。そうだ、デルボイ様も言ってたっけ。ゼフィスの復活を阻止すれば、みんなを元に戻す方法がきっと見つかるって。まだ何か書いてあるわ。解き放たれし二つの体、月の掟を逃れず過ちを犯した者は、神殿で自らの過ちを償わん。それってもしかして。
なの？うん。それより早く行かなければ。早く行って復活を阻止するのよ。さあみんな行きましょう。行かせないのね、パーニャ。お前たち、なんでこんなとこまで来たのね。お前がペラペラと喋ったからだろ。まったくもう、パティルーサもサンディアも役立たずなのね。パーニャさん、僕たち急いでるんだ。お願いだから通して。そうはいかないのね。それに急いでるなら回った方がいいのね。お前が回ればいい。そうなのね、僕ちゃんが回るのね。くーる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 。ハーブ。うて、何をさせるのね。付き合ってられないわ。ゼフィス様が復活するまでここから先には行かせないのね。そうすれば今までの失敗ぜーんぶチャラなのね。デビルピノンか。はい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 。デビルピノンだよね。そうだよな、そうだよな。そうだよな。クールクールで、パティルスタ、パティルーサとかもクールクールしてたなとかちょっと思ってて、ぼーっとしてたけど。さあ、向かっていきますか。マジか。どうしようかな。どうしようかな。ピノン、とりあえず攻撃当てとっか。顔色悪いな。そういえばなんだっけ、ポポローグでさ、悪いピエトロはもっと可愛かったよね。懐かしいなぁ。はい、門番に頼らない、門番に頼らない。ピノンはでも怖い。怖えよピノンは。攻撃していこうかな。抑えた方がいいな。能力エレーナ神々で、どんどん行けピノン。お前は強い。あ、間違えた。違えた。ピノンは攻撃、間違えんのダメだよ。声があれなのが悲しい。ピノンはどうしよう。よっ、2人を止めて、やめてやめて。風の、や、危な。もう姿がピノンってだけでビビる。デビルピノン、よっ。止まってきた、止まってきた。ピーノンだよなこれ。デビピノ、超真剣なんだけど。変身だ。誰？デビルマルコ、デビルマルコ来ました。何か、何これをやりたい。ロマンボンバーやりましょう。デビルマルコ、この神々魔王様が退治してくれるわ。男のロマンというものを教えてやるぞ。早く
ひどひどい。よっ頑張れ龍の剣。魔力遅いからガンガンやっちゃいましょう。よっナイスナイスナイス。どんどん抑えてもらって、また2人で貯めてガミガミを犠牲にしましょう。ピノはもう当たらない。多分当たらない。ピノ、龍の剣ありがとう。本当にピエトロ、攻撃力ダウンか。ピノ、敵一体ならなんかまあね。ほぼピノンなんだけどね。またやりますか、これ。これ楽しすぎるな。楽しいだけなんだけど、あとミサイルだもんな。うん。もう一回やろう。一回やれない。これか。よし。貴様らはこの神々の王様が退治してくれるわ。男だろうまーんというものを教えてやるぞ。はい。ああ。丈夫だな神さん。安心した。かわいくない。これはかわいくないよ。ネレナ止めて攻撃するかな。ピノマジでもうちょっとずっとやってて。よし、あと2人貯めよう。ピノン。えいや。もう効かないもんな。違う技もしたいけど、どうしようかな。久々にホーリーバーストやってもいいけど、やるか。あんまやらないからな。謎の間があったけど。あ、やばい、1個ない。悲しい。あと1個何だったんだろう。運のリンゴ、力のリンゴ、守りのリンゴ、竜の守り。すごい経験値。お前たちなかなかやるのね。それならこれでどうね。ありがとう。カエルかルナ入れるじゃん。あれひどいよな、かわいそすぎる。どうしよっかな。マルコ入れようか。
久々の3人だ。この3人で行きますか。そうしよう。よし。全然可愛くないよ。可愛くない。さっきと同じ戦法でピノンでちょっと下げながらやってきます。かわいそうだな。ルナちゃんでこれ使っていこうかな。マルコ止めよう。ムーンサルトブレイク。ひどひどいこれ。なんだよあれ。ピノは行こう。戦いたい。デカルナっていうね。まんまじゃねえかっていう。フピノンだよね。レノも食べよっかな、もう。うん。こわもうルナに謝れよっていう。クラスボーン強いな。やっぱマルコ遅いんだけどね。遅いんだけども、ルナちゃんも止まった。なんなんマジで。ヒットスプラッシュ。虹色の玉だったかな。素早さのリンゴ、精神のリンゴ、運のリンゴ、天使のネックレス。あ、竜の守りと天使のネックレス見なきゃ。ちょうどロードに出てきてくれたね。なんかゼフィスを蘇らせようとしてる人たち、しょうもないやつばっかりじゃない。あいつもそうだけどさ、いやしょうもないよ。あ、2個目か。前の持ってるやつか。天使のネックレスも持ってますね。はい、普通のアクセサリーでした。これがなんかあれなんだ。んで、どっち行けばいいんだろう。あっちか。像が見える。またワープしていくの。して。セーブもしておきますか、一応。うん。はい、セーブしました。モンバとエレナにしました、次。さて、ここから行けばいいんだ。さよなら、化石と。
千年の間闇の中で待っていた。いよいよ復活の時がやってきたのだ。お前とこの彦に目を向けて見よらぬのを見で徳井さん。そう母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、ガウデ、来てはダメ、来てはダメよ。母ちゃん早く、まだ大丈夫だよ、母ちゃんってば。わかっている。お前の気持ちはわかっている。月の掟などない方がいいに決まっている。この私に任せておけ、悪いようにはしない。すべてこの私に任せればよいのだ、ガウデよ。誰であろうと構わない。月の掟をなくせるのなら俺は誰にだって力を貸す。今言ったのにことを裏返ってくる。ヨロのウィデオクキースのソウ。待ちなさい。月の雫を返せ。お母さん、どうしたのルナ、遅かったじゃない。お母さんを待たせると怖いよ。わあ、さあ見るがよい、わらわの復活を。闇の光も消える。ガウデ、お前はこれで月の掟を逃れるがよい。あとは任せたぞ。はっ、通しなさい。そうはいかぬ。さあ、ガウデとまた戦う日が来ましたね。怖い。強かったからな。お母さんすごい怖かったんだけど、ゼフィス関連の人なんかそうのないやつってさっき言ったけど、ガウデはちょっと違いましたね。多分でも月の掟でさ、悲しい思いした人とか多分いっぱいいるんですよね。はい、容赦ないけど。はないんですけど。よし、
未だに補助系魔法覚えてないんで。はい。よし。モンバー貯めるか。あと貯めていきますか。火の迷うなぁ。ちみちみやっていくのいい気がするんですよね。よそうしよう。エレナーモンバー貯めていこう。ピノのさ、速さが普通じゃないからさ、もう。これじゃいっすね。あー、素早さだんかい。毒はちょっと嫌なんだよな。二人の技って、あ、これか、必中風の刃か。ちょっとやってみてもいいかもな。余裕あるから。余裕あるの？ダメだ。ダメだけど。素早さ下げるし、これやっちゃいますか。あ、エレナ溜まってからにしようかな。一応あんまり下げないでほしいんだよね。ピノは攻撃しよう。押さえといてもらってやりますか。下げられたしね。使っとくか。はい。もう速ささえあればもうなんとかなると思うんで。回復いっか。まだ攻めますか。攻めよう。ピノは攻撃。いやあいやいた。いって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 。あぶな。エレナ自分で回復しよう。ちょっとあいやいとかあったね。そういえば99個持ってるし。その間に、はい、ピノどんどん下げて。ピノンどんどん下げて。モンバ来た。お願いします。レベル上げたかあれだわ。おたけびなしでも全然いけそうですね。お疲れ。みんな弁戦。虹色の玉、力のリンゴ、守りのリンゴ、素早さのリンゴ、聖なる玉ね。72にレベルが。
海の妖精と森の妖精が近づけないように。海の体と森の体は一つになれないんだ。なんだかよくわからないけど、まだ大丈夫なんだな。ということは、あいつ神殿に向かったんじゃないのか。そうだわ、きっとお母さん、いえ、ゼフィスの影は二方、イサゴの扉を開き、古の言葉もて妖精を月の掟より解き放たん。そうよ、月の掟を解く気よ。さあ行きましょう、歌方の神殿へ。月のしずく、粉々になっちゃったけど大丈夫だよな。きっと母ちゃんを元に戻せるよな。母ちゃん、母ちゃん、上がってはいけませんよ。だって母ちゃんが、なんで母ちゃんが砂にならなきゃいけないんだよ。母ちゃん、母ちゃんってば。陸に上がった母さんがいけないの。月の掟を破った母さんがいけないのよ。私はいいから、お前は海にお帰り。よくない、全然よくないよ。ガウダ、お前はもう母さんがいなくても大丈夫よね。母ちゃん、母ちゃん、ダメだよ。いなくなっちゃダメだよ。いけません。ガウダ、掟を守りなさい。そんなの、海に入った人間が悪いのに、なんで母ちゃんが、なんでだよ。人間を許さない、月の掟を許さない。母ちゃん、母ちゃん。悲しいこと言わないで、ガウダ。人間も妖精もないのよ。どうか思いやる心を、好きになる心を、信じる心を忘れないで。同じ、それを忘れないで。母ちゃん、好きになる心は皆同じか。おい、そいつを持っていけ。え？きっと役に立つだろう。いや、お前なら役立てられるはずだ。お前なら必ず。何？何だって？マルコー！早く！いいから早く行け。行け。すごい泣けてきちゃいました。どうしよう。なんかラウでもちょっと立場が違ってれば
風にならなかったんじゃないかなとか。いや、複雑になっちゃいますよね。パティリューさんの時はなんか悪のまま死んでったけど、あの姿でなんていうか、優しい気持ち、思い出しちゃうというか、そうなっちゃうのってちょっともうさ、つらい、つらいですね、本当に。で、月の規定、いろいろありましたけど、本当にもう最後の方なんですよ。多分すごい泣かせてくると思うんで、はい。いや、泣く気がしますね。なんかゲーム的にはちょっとあれなゲームなんですけど、ストーリーは本当にいいんですよね。うん、というわけで、今日ここまでにして、多分ここから戻っていくと思うんですよ。レムナスに戻って、イサゴの神殿に向かうっていうところからになると思います。はい、ではお伝えありがとうございました。